はい、今日はですね、これ桔梗蘭という葉っぱ、これをだけこれをメインにちょっといけばなをやってみようという企画でございます。はい、じゃあやってみましょう。まずちょっといろいろに分解しながら、軸となる葉っぱを選ぶ。ちょっとしっかりめをね、かつちょっと素直なやつがいいですね。これにしよう。ここにどんどん増やしていく作戦でね、今日はいきましょう。これ1本立てた感じ、取れてる、入ってるかな。さあ2枚目しようかな。狂乱はね、これちょっとカットしてあるんだよね。わかる？カット しちゃわれてるっていうかね。まあそういうことはありますが、まああんまり気にせずにやりましょう。こうストレートなやつもいるじゃない。これはこれで、まあストレートな線を見せようねっていうことであってもいいよね。で、今日はちょっといろいろ小細工しましょう。こういう葉っぱの先端カールさせてみましょうということですね。これで挟んで、挟んで、くるくるくると。これで、もう一回これ仮止め、しばらく置いとくと。パーマと一緒ね。何やってんだって感じだよね、これ。こうしてる間に他のをいけると。まあ指でも多少はできるよっていう。地味だなぁ。これ知ってる？それやめて。こうしたいってことだよね、ここね。今ちょっとこう離れちゃうじゃない。ここくっつけたいってこと。文明の力を使うってことですよ。文明開化の足音がね、聞こえますね。これがこうなって、ここを離すと。これはまあ、内側に添える。来たね、来たね。こんな感じで、自然な感じでしょ、上のところ。ここだけ見ると。さあ、ちょっと戻していきましょうか、さっきのやつらを。これじゃあ戻しますか、一旦ね。こうなると。もうちょい焼きたいね。まだ甘いね、これね。これもどうでしょう。あ、これいいね、見て。これ理想的、理想的カーブ来たね、これはね。さっきのだから 甘いの分かるでしょ。前から変とこんな感じね。ここね、くるんと今行きましたね。やっぱりね、これだけ曲がるってたなかなか難しいんだね。入れときますか。もうちょっと急激に行きたいよね、やっぱりね。でもまあいっか。どうか、ちょっとこれ下げるか、あ、むしろ上にするか。大変だね、ちょっと戻ってきちゃうね、場合もあるだろうしね。両面テープなくてもいけそうな感じもするけどね。まあ一応ね、どう？これ見えるもん？この刃先の感じ、正面から。ちょっと今度左側伸ばしてみましょうと。なんかいまいちになってきちゃったね。少しここをまあ溜めちゃおうという作戦に変えます。全体をね、このバランス感かもだよね。どうすかね、これ。とりあえずはまあよしとしますか。こんな感じ、とりあえず。右側もちょっと入れますか。お花入れてもいい？それじゃなくて。ちょっとね、お花入れましょうね、やっぱりね。これは、アスターね。これぐらい入れても怒られない。怒られない。誰も怒んないよね、それはね。前と後ろに入れましょう。そんで、まあちょっと葉っぱ、後ろにね、押さえて入れると。いいんじゃない？
はい、ということで、まあ、葉っぱいろいろ今日巻いたりしましたけど、ね、葉のやっぱ流れ、ね、ちょっと極端にでも出していこうっていう感じでちょっと無理やりやってみました。はい、いかがでしょうかね。まあやっぱちょっと他の色欲しくなって入れましたけど、葉っぱだけでもね、なんとかなったりもしますよね。線をうまく作るっていう意味ではね。両面テープとかはね、賛否両論ありますが、ね、安心だよね、やっぱね、あった方がね。はい。ここら辺びっちりいっぱい入ってますけどね。まあ何かご参考になればいいかなと思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。